おはようございます。中高年の味方、時事雄三です。今日はですね、最近のですね、自動車学校ということでちょっと投稿していきたいと思います。私の場合はですね、今年齢がですね、年齢ですからですね、私が自動車免許を取ったのはですね、30代でした。ちょっと遅かったんですけど、一応私が高校の時ですね、自動二輪ですかね、自動二輪を熊本の場合を言えばですね、植木の方にちょっと試験場がありました。そこに自動二輪を試験を受け行きまして、ちょっと私の場合はやはりどっちかというとですね、神経というか運動神経がですね、ちょっと鈍かったのかなと思います。恥ずかしいこと、ことというか、なかなか取れなくてですね、10回目ぐらいにやっと取れたと思います。昔のは、その自動二輪はですね、学校には行ってませんから、その試験場にパッと行ってですね、受けるような感じでした。だから、試験場ですから、金額はですね、そんなには高くなかったんですけど、やっぱ19回目ぐらいだったからですね、相当通ったと思います。そこでですね、筆記試験はですね、1回受ければですね、実技が1回2回までは OK だったと思います。だからもう実技試験はですね、確実に通るんですけど、失礼しました。筆記試験はですね、確実に通るんですけど、実技でですね、落ちまして、やっと9回目に合格ということでですね、して、バイクというかですね、原付はもちろん、その当時は原付自動車は制限はありませんでした。今の免許制度とは違いますからですね。だから私のしてですね、40年前の話ですから、今とはかなり違います。昔は車も少なかったし、ほとんどですね、やはり私の年齢ではですね、やはりバイクっていうかですね、オートバイしかちょっとなかなか買えなかったからですね、私もオートバイで、通勤とかいろいろしておりました。その時がですね、雨の時が一番困りますからですね、バイクの場合。何ちゅうか、やっぱ雨がですね、一番嫌でした。そういうところでですね、高校ですから、18歳ですかね、18歳で一応自動二輪を取りまして、ちょっと記憶がですね、あやふやなんですけど、一応自動二輪だったと思います。それからですね、私が普通免許ですね、普通免許。昔はですね、全部ギアというかですね、今の人はギアといっても分かりないと思いますけどね、今はもうほとんどオートマチックで皆さん取られますからね。その時はもうオートマジックはほとんどありませんでしたからですね。そういうことでですね、30になりましてですね、やっと普通自動車のですね、免許を取り行きました。もちろんギア付きですからね。ギア付きではですね、坂道がですね、なかなか止まることができなくてですね、すぐバックしてました。と踏切がまたなかなかですね、出られないというか、踏切で一旦停止した後がですね、ギアですから、4段としてもですね、今どこに入ってるのかがなかなかつかめるのが大変でした。そういうことでですね、私の場合もですね、私の場合はちょっと特別ということで聞いてください。一応ですね、普通免許を取りに行きまして、それもちょっと時間がかかりまして、普通はですね、半年でですね、これがちょっと切れるんですけどね、
まあ普通は2、3ヶ月で皆さん卒業されますけど、私の場合ちょっと5ヶ月ぐらいかかりましたから、もうあとちょっとでですね、また再入学せ、自動車学校に再入学しなければいけない状態でした。まあそういうことでやっとですね、5ヶ月でと、まあ、自動車免許が取れまして、まあ何て言いますか、普通の、まあ、普通自動車が運転できるようになりました。それとですね、まあ、この辺は私の時とほとんど一緒なん、一緒なんですけどね、まあ、自動車学校を、普通はもう自動車学校ほとんど行きます。もう普通自動車でですね、試験場に行って一発で通ることはもう、その何人かいらっしゃったんですけど、なかなか厳しいです。だから私の場合は自動車学校行って、自動車学校の卒業検定を受けました。そして卒業して、それからまたもう一ランクあります。普通は今も変わってないようですね。まあ免許習得までの流れとしてですね、自動車学校を卒業した後ですね、卒業検定ですね、路上教習とか受けた後ですね、すると免許センターにおいて本面学科試験というのがあります。これはもう実技はありません。筆記試験だけですね。これがまたですね、なかなか、まあ一応前もって勉強というかですね、繰り返し問題をしてないとなかなか通りません。ものすごくこの引っ掛け問題というのが、そういうのが多いように気がします。私たちの時はですね、今はちょっと分かりません。まあそういうところでですね、免許取るのにはもう大変な思いを私もしました。だからこれはですね、年齢が若い時ですね、できるだけ取った方が体も動きますし、機能も全然違いますからね。そうすると、やはり学科にしても運転技術してもですね、若い方がいいと思います。まあそういうことでですね、今から取る人はそういうのを含めてですね、私の状況はそういうことでした。まあ、だからちょっと免許証の自動車免許について、ちょっと今日はまあちょっと私の経験談というのが述べたんですけど、次回はもうちょっと掘り下げてですね、ちょっと行ってみたいと思います。そういうことでですね、今日は終わらせていただきます。最後まで聞いていただいた方、ありがとうございます。それと、まあ、できましたらチャンネル登録もよろしくお願いしますというところで終わります。どうもありがとう。